テトリスは落ち物パズルに分類されるコンピュータゲームシリーズの総称。1980年代末から1990年代初めにかけ、世界各国で大流行し、現在に至るまで様々な形で移植、アレンジされ、プレイされ続けている。もともとは、ソビエト連邦の科学者、アレクセイ・パジトノフなど3人が教育用ソフトウェアとして開発した作品である。 1984年6月6日に初めてプレイ可能な版が開発された後、様々なゲーム制作会社にライセンス供給され、各種のプラットフォーム上で乱立する状態になった。テトリステトリスの語源は、テトリミノとテニステニスを掛け合わせた造語である。テニスという単語の語感が、いかにもゲームというものを連想させたという。アレクセイ・パジトノフは、 検閲をすり抜けてやってきたパックマンなどの西側諸国のコンピューターゲームに触れる機会があった。しかし、当時在籍していたソビエト社会主義、共和国連邦科学アカデミーのマシンでは、文字や記号等しか表示できず、それらの派手なグラフィックスを再現するのは困難であった。この制限の中で、コンピュータを用いて新しいパズルを創造するという発想のもので、 開発が始まった。テトリスのゲームルールは、様々な形をしたピースを型にはめていく、箱詰めパズルと、通称されるパズルから着想を得たものである。テトロミノが、上から落ちて重なっていくというルールは、パジトノフが水族館を訪れた時に、ヒラメが舞い海底と同化したり、そのヒラメが砂の上を泳ぐ時に、 他のヒラメと重ならずに泳いだりする様子を偶然見かけたことから着想を得て考案された。箱詰めパズルのうちテトロミノを用いた種類にリアルタイム性とゲーム性を加えたものがテトリスである。4つの正方形を組み合わせて作られた片面型テトロミノ状のブロックピースと呼ぶがフィールド髪型からランダムに1種類ずつ落下してくる。プレイヤーは テトリミノが落下している間、場、次に落ちてくるテトリミノの形状を知ることができる。個々のテトリミノの名称は、特に厳密に定められているわけではないようだが、その形状により、左から、以下のような通称で呼ばれることが多い制定後のものを、記載。四つの正方形で構成される、テトリミノ七種。消滅した、段の上にあったブロックは、速やかに消えた。 段数分落下し、同様に新しい手取りミのが、フィールド紙型に出現する。スプリットの外略図棒、L 字、逆 L 字型の手取りミのを用いて一段消しを二回同時に、決めることもでき、このような消し方は、ダブルとして扱われる。セガテトリスではこの消し方をスプリットと呼んでいる。ワンツーの外略図棒上の手取りミノを用いて、シングルとダブルを同時に決めることもでき、 このような消し方はトリプルとして扱われる。セガテトリスではこの消し方をワンツーと呼んでいる。パジトノフはこれらのルールからプレイヤーが以下のような段階を経て次第に高得点を得る方法を学習すると考えた。実際多くのプレイヤーはこのように学習しているものと思われる。また、チンパンジーなどの類人猿にテトリスを学習させる実験でも 同様の過程でルール学習を行っていることが確認されている。ガイドラインに対応したテトリスの例、テトリスは世に出た当初から様々な開発者により様々なプラットフォーム向けに多くのバージョンが開発されてきたが従来のテトリスにおける基本的なルール以外の細かいチューニングに関してはべておののの開発者による創意工夫に委ねられていた。そのため ソフトによっては操作感覚や細かいルールやアレンジされたルール、新機能が全く異なることが多々あった。そこで2002年にザテトリスカンパニーの社長変ク・ブラワー・ロジャースによってこれらの細かい部分を統一するためのガイドラインが制定された。この内容の多くはロジャース自身がデザインし2001年に各プラットフォームで発売された。 テトリスワールドのルールがベースとなっている。このガイドラインの正式名称や詳細な内容は一般ユーザーに公開されていないが、通称、ワールドルール、世界基準、テトリス2002ガイドライン、テトリス2005ガイドラインなどと呼ばれており、ゲームやメーカーによっても呼び方が異なっている。ガイドラインは2002年に制定された最初のテトリス2002ガイドラインと、 2005年に改定されたテトリス2005ガイドラインが存在することが確認され、さらに TGM シリーズのプロデューサーである三原一郎の運営するブログにて2008年のガイドラインの存在を示唆する記述や2010年のガイドラインが存在し、パブリッシャーはそれを必ずしも全て実装する必要がないことを示唆する記述も確認されている。また、 テトリスオンラインジャパンのコンテンツにおける T スピンの判定方法の相違、スピンボーナスのミニ判定の導入、T テトリミノ以外へのスピンボーナスの導入などから2008年、2009年、2010年と年ごとにガイドラインは徐々に改定を経ていると推測される。このガイドラインの制定後に誕生したテトリスでは、おおむね以下のような共通した仕様を持っている。 ゴーストブロック、ハードドロップ、テトリミノの偏り補正などの一部のシステムは、ガイドラインの制定前に登場した、テトリス・ザ・グランドマスターや、マジカル・テトリス・チャレンジなどに採用されており、すべてが、必ずしも、ガイドライン制定と同時に生まれたわけではない。ガイドライン上におけるテトリミノの向きと色。ガイドラインを制定前の作品におけるテトリミノの向き。色は、 セガ製のテトリスで採用されたモノコレ以外にも独自の追加要素などあらゆる部分にザ・テトリスカンパニーによる細かな監修が入る。前述のようにテトリスがロシア発祥というゆえんからロシアをイメージしたアニメーションや背景画像やロシアミニオーを柱としたロシアの音楽をベースにアレンジされた BGM が用いられているものが多いが後に テトリスから派生したゲームでは、全くイメージを切り離しているものもある。1996年に、ザ・テトリス・カンパニーが設立され、同社が、版件管理やライセンスの手続きを行うようになるまで、テトリスの権利関係は複雑だった。アレクセイ・パジトノフが考案、ソ連の外国貿易協会が、原作の著作権を所持。イローグが、ハンガリーのアンドロメダソフトウェアに、 IBM PC 及びその互換機向けのライセンスを許諾。アンドロメダソフトウェアがイギリスのミラーソフト及びアメリカのスペクトラムホロバイトに IBM PC 及びその互換機向けのサブライセンスを許諾。1987年スペクトラムホロバイトから発売された IBM PC 及びその互換機向けのテトリスがアメリカでブームになる。 1988年5月、ミラーソフトが、アメリカの天元にサブライセンスを許諾。ここで、天元は、IBM PC 及びその互換機向け以外についても、許諾を受けたと思っていた。天元は BPS セガにサブライセンスを許諾。1988年11月18日、BPS は IBM PC 互換機用に発売。同年12月、天元。 セガはアーケードゲーム用に発売。同年12月22日、BPS はファミリーコンピュータ用に発売。また天元はニンテンドーエンターテイメントシステム用に、セガはメガドライブ用に開発。1989年4月7日、一方でイローグがニンテンドオブアメリカに家庭用ゲーム機向けにライセンス及び独占使用権を許諾。 これにより BPS は、天元から任天堂オブアメリカのライセンスに倶替え。同年4月18日、これに対して、天元は、著作権侵害だとして、任天堂オブアメリカ及び任天堂を相手に訴訟を起こした。同年5月25日、逆に任天堂は、天元が任天堂の著作権を侵害しているとして、反訴を起こした。同年6月21日、 サンフランシスコの連邦地裁は、任天堂の訴えを認め、天元に仮処分を下した。同年11月13日、同連邦地裁は、任天堂の独占的製造、販売権に関して、任天堂側に権利がある略式判決を下し、これに対して天元は、即時広告を行った。これにより、天元からライセンスを受けていたセガもライセンスが無効と、 なり、すでに生産を終えていた、メガドライブ版、テトリスの販売を断念し、生産した商品の破棄を余儀なくされた。テトリスのルールを完全に踏襲した、事実上の2作目、3作目にあたるセガのアーケードゲーム、フラッシュポイント、ブロックシードは、テトリスの名前を使っておらず、半券問題発生後に、応急的に業務用のみの巨諾を、色グから得て販売した。 また、ブロックアウトやジオキューブ、そしてアレクセイ・パジトノフ自身が関わったウェルトリスといったテトリスを三次元化したようなソフトも存在した。その後、1996年にザ・テトリスカンパニーが設立され、同社が半権管理やライセンスの手続きを行うようになり、複数の会社からゲームが発売されたことから、従来の独占販売権を得ることはなくなった。 日本では1996年、プレイステーション向けに、BPS のテトリス X とジャレコのテトリスプラスが発売された。1998年11月には、任天堂64向けに、セタのテトリス64とカプコンのマジカルテトリスチャレンジフィーチャリングミッキーが同時期に発売された。この間は各社から様々なアレンジを加えた。 テトリスが登場している。1999年、アリカが発売を予定していた、プレイステーション版、テトリス・ザ・グランドマスターが、ザ・テトリス・カンパニーによる、テトリスの商品化は1プラットフォームにつき1社のみと、するという方針を受けて、発売中止を余儀なくされた。しかし、その後も、1プラットフォームで2社以上から発売されている、現状は変わっておらず、 この発売中止の理由と目的についての事実、関係は未だ不明のままである。2005年12月には、日本における版件やライセンスの管理のため、テトリスオンラインジャパンが設立され、ヘンク・ブラウアー・ロジャースが、同社の取締役に就任した。ニンテンドー DS とニンテンドー 3DS においては、新しいテトリスが発売されると、 旧作の生産とデジタルのダウンロード販売が終了するので同時に複数のテトリスが発売中の状態にはなりにくい。1999年以降では以下のソフトが1プラットフォームで2社以上から発売されているテトリスとなっている。マイクロソフト、Windows 用ソフト及びスマートフォンアプリについては正式ライセンス品及びクローンゲームが 多数のベンダーから乱立しているので、割愛1996年に液晶画面と操作ボタンを備え、テトリスと類似内容のゲームが内蔵された小型の携帯ゲーム機、ミニ、テトリン、テトリス以外に、複数のミニゲームが追加された、テトリン55がゲームテックから発売され、ゲームボーイ版、テトリス発売以来の大ブームとなった。ところが、このゲーム機の製造元、 販売元は、テトリスのライセンスを取得しておらず、名称も告示していることから商標権をめぐり、裁判となった。その結果、販売元が、ゲーム機の名称を、テトリン55から、ピコリン55に解消して、製造、販売を続け、その後、ブームが去るまで、同様の類似品が大量に出回った。それ以降、ピコリン55などのような、テトリスの名を使わず、 テトリスと類似の携帯型ゲームを製造、販売されることは起こっていない。なお、テトリン55と同時期には、BPS から正式に、テトリスライセンス許諾を受けないようテトリスに特化した、携帯ゲーム機、テトリスジュニアが広から発売されている。こちらは、発売元を変えながら、2000年代以降も、後継機種が販売されている。その後、 ライセンスを取得して発売されている例としては、エポック社のエル・スピリッツ・テトリスシリーズ、ゲームテックが正式にライセンス許諾を得たテトリスミニなどがある。日本では1988年にセガ・エンタープライゼスから発売されたアーケード版の人気により浸透した。当時はまだ操作法が確立されていなかったが、このシステム16版の登場以降は、同作のものが、 日本国内におけるデファクトスタンダードとなり、その影響力から特にセガテトリスとよく呼ばれる。このアーケード版は後年においても日本各地の多くのゲームセンターで稼働している。別冊宝島には1989年のサブカル流行の一つとしてテトリスが紹介されている。その後、1989年にニンテンドから発売された。 ゲームボーイ版も、いつでもどこでも好きに遊べることと、対戦プレイもできるという点で大人気となり、国内出荷本数約424万本と、ゲームボーイ最初期の作品ながら、ゲームボーイソフト単体での市場売り上げ1位を、記録した。なお、テトリスの持つ、数学性、動的性、知名度、並びに、実装の平易性から、テトリスを、 ゲームプログラミングの練習題材として用いられる、例がしばしば見られる。テトリスになれ、瞬間的な判断、操作を数多くこなすようになると、次第に思考が自動化されてくる。ゲームが進むにつれ、テトリミノは、次第に高速で落下し、もはや目にもとどまらぬ速度で落下してくるのであるが、数十分から数時間もゲームが続けられるようになるのである。人間の脳は、 このような状態に置かれると一種の催眠状態となり快感が引き起こされる。この快感はテトリス肺と呼ばれ時には中毒的にもなる。ちなみに日本大学教授の森明夫はこの中毒的な状況をもとにテトリスなどのコンピュータゲームを行っているプレイヤーの脳波の特徴が地方患者のそれに似ているとしてゲームの仮説を提唱した。しかし これは科学的根拠に乏しい点が多いことや、コンピュータゲーム以外の作業も慣れれば、ゲーム脳と同様の状態になるといったゲームに限定された現象ではないとする指摘もあることから、専門家の多くはこの仮説を支持していない。さらに森は各地の講演で、テトリスはソ連の軍隊で人を殺すための教育の一つとして開発されたものと発言しているが、 これは事実ではない。なお逆に、ジョークであるが、テトリスは、西側諸国の生産性を落とすためのソ連の罠という、説は、当時から、今日でもたまに言われる。テトリスを長時間にやり込むことで、周りの箱状のものが、テトリスに見えてきたり、テトリスのような図形が落ちていく夢や幻覚を見ることも、ある。これは、テトリス効果と呼ばれる。ありがとうございます。